例えば大学の教科書とかが電子化するみたいな話とか。そうなんですか。そうだよ。今そういう組織が出来上がっていて、大学の教科書を全部電子化にしてそれを授業に使おうっていう動きがちょっとずつ出てきてるんですよ。なんとか名前教えてたんですけど、なんとか団体みたいなことね。だからあと、早くて 2,3 年すれば、ただ小沢くんが大学卒業するまでぐらいには大学の教科書が全部電子化になってるんじゃないかなっていう気がする。そういう展望が見えてるんですね。そう。これまではね、教授が嫌がったのよ、電子化するのは。そうだった、なぜかっていうと、本が売れなくなって印税が多分入ってこなくなったと思うんだけど、わかんないけどね、多分そうだと思うんだよ。でもそれがちょっとずつなくなってきていて、全部電子化でしょ。そしたらめちゃくちゃ便利じゃん。だってさ、教科書持ってくるの超重いでしょ。しかもさ、買うのにさ、めっちゃ並ぶじゃん。これ明治だっけかな。並びます。並ぶよね。どの大学も並ぶ、ね、並ぶじゃん。それがなくなるでしょ。で、重さ、その荷物もなくなるでしょ。値段はちょっとわかんないけど、高いじゃん、教科書って。それ3,000円がさ、2,000円になるだけでも嬉しかったりするじゃん。値段ちょっとわかんないんだけど、もしかしたらそうなるかもしれない。だから大学の教科書も電子化なんし、今日本に電子書籍のその Amazon の Kindle っていうのが入ってきてちょうど1年経ったのよ。2012年の10月25日に Amazon Kindle 日本がオープンしたので、先月それ1周年になったみたいで、最初は本当に全然コンテンツがなかったの、その電子書籍本がなかったんだけど、徐々に増えていって、いろんな出版社も電子書籍を出していく。で、最近でも本にいっぱいコンテンツが揃ってて、かなり充実していく。で、これまでは普通の出版社っていうのは電子化するの嫌だったの。なぜかというと、その電子化すると安くなるでしょ、値段が。そうなると、売り上げが下がっちゃうし、その印税も下がっちゃうから嫌がってたんだけど、その業界的な、なんていうのかな、電子化の波が抑えられなくて、それだけ電子化っていう流れがでかくきてるから。そう。で、どの出版社も本売れないから、じゃあ電子にしよう、仕方なくシフトしてみたいな感じ。一言で言うと、新しいライフスタイルの提案なんですよ。新しいライフスタイルの提案なんですよ。要はどういうことかっていうと、まだたくさんの人が読んだことないんですよね、電子って。若い人だけど、読んだことない人多いじゃないですか。年を追うごとに読んでる人が少なくなって、なってくるかもしれないし、若い人も読んでないかもしれないんですけど、そういう人たちに、電子書籍を使って、新しいライフスタイルの提案をしたいんですよ。一言で言うとね。だから すごい一回読んでもらうと分かるんですけど、ハマるんですよね、電子書籍って。私はどうしても紙の本がいいですとかっていう人いるじゃないですか。いますよね。そういう人って大抵電子書籍読んだことないんですよ。ちょっとこれ見てもらっていいですか。読んだことある。これ Kindle のペーパーホワイトってやつなんだけど。初めて触りました。本当で、次のページクトクワットって普通にされてるんだけど、すごいでしょ。こんなちっちゃな、iPhone もそうなんですけど、ちっちゃなデバイスに数千冊っていう本が入るんですよ。すごい綺麗にページが入るんですね。だから Wi-Fi の電波さえあれば、これね、とデバイスさえあれば、いつでもどこでも好きな本が買えて、その場で読めてみたいな。普通の紙の本だったらまず書店に行って買って家に帰って読むとかじゃないですか。あの本のあそこのページを見たいってふと思った時に手元にないですね。そうで、これはもういつでもどこでも本が買えて読めるんで、例えば公園とかベンチに座りながらあの本読みたいなと思って鈴買って、でそのまま読んでキャンプ場で朝あの本読みたいと思って買って読むとか、そういうこれまでとは違った、ライフスタイルがこれを使うことによって実現できるんですよ。新しい。そうです。だから僕自身が電子書籍を売ってるとは全く思ってなくて、そういう新しいライフスタイルの提案をして